今回尾道はもう初進出みたいな感じで、そのために借りました。なるほどな。僕あの飲食やったことないんですよ、実は。あ、え、そうなんですか。なんかもう全然違うつながりの世界で僕に。どうなってんねんっていうと、なんかもしこう聞いてみたいこととかがあれば。聞いてみたいことですか。はい。どうだろう。どうもラッキーアートのスリオです。今日なんですけど、今からちょっと尾道シェアの方、後藤さんって方とちょっとズームで対談をするので、ちょっとその様子をねお届けしたいなと思っております。場所はキロのプールサイドからちょっとお届けしようかなと思います。で、内容は尾道のねシェアキッチン、リトル瀬戸内尾道に尾道シェアさんも出店されるみたいなので、その出店者さんの紹介みたいな感じで、一応ラテアートハウスの紹介していただけるということなので、ちょっとそんな感じでね、やっていこうかなと思いますので、では対談の様子を、見てみてください。どうぞ。こんばんは。こんばんは。お待たせしました、マサさん。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。あの、マサさん、ちょっと初めましてですね。はい、初めましてですね。初めましてですね。はい、初めまして、マスダです。あの、谷田さんから、リトル瀬戸内の谷田さんからご紹介いただきました。はい、後藤と申します。はい、ありがとうございます。マスダです。お願いします。よろしくお願いします。すいません。マサさん、今どちらからですか、今日は。今はですね、あの広島にあります、あのキロ広島ザ・シェアホテルというところにいましてですね、ついさっきまでですね、あの下に今これ3階のプールサイドバーっていって、こうバーラウンジになってるんですけど、ちょっとそちらで配信させていただいてるんですけど、そっちのこのホテルの1階にですね、一応コーヒースタンドがあって、そこで今日は営業させていただいて、それが終わってから一応3階に来てちょっと配信させていただいているという感じでございます。ありがとうございます。はい、さっき正さんのご紹介もちょっとさせていただいてたんですけど、はい、その店舗は持たずに。そうですね、店舗は持たずに、こういろんな場所でこうコーヒーを出したりとかをしてるって感じです。すごいですよね。なんかそういうスタイルがこうできちゃう時代になっちゃいましたよね。そうです、確かに、まあ、いろんな場所が今ちょっとできてきたりとか、こうイベントにも呼んでいただけるんで、まあ、なんとかなってるかなっていう感じだと思います。あの、そう、先ほどちょっとご紹介してたんですけども、リトル瀬戸内の尾道の方でも、増田さん、ラテアートハウスさんが、はい、水曜日、そうですね、水曜日の午前、ね、はい、見えますか。ピントが、ピントがこれです。水曜日の午前が8時からですね。そうですね、8時から4時の枠で、うんうん、ので、ここが、まあ、今はあれですかね、緊急事態なんかの影響も受けながら。そうですね、まあ、でもシェア尾道のシェアキッチンの方は、まあ、それなりに営業はさせていただけるかなって感じで。そうですか。はい、一応、まあ、営業時間は10時から3時っていう形にさせていただいて、はいはいはい、その間で、通常通り営業をって感じでさせてもらってます、尾道の方では。なるほど。じゃあ全然6月中とかでもフラッと遊びに来たい。ああ、もうこの道で、はい、あ、ぜひ来ていただければなと思ってます。はい、そっか。ちょっと次は水曜日直にここでラテアートとかありつつ、なんかこう配信みたいなのもあるかもしれない。はい、そうですね、もうその時はぜひお願いします。ぜひぜひ。あの、今日はちょっと残念ながら、あのラテアートも赤玉もないということなので、ちょっと今日残念なので、残念ながら今日はすいません、ゼロこちらでございます。はい、ノンアルビールですね。はい、すいません、はい、ちょっとあの諸事情ございまして、はい、本当、あの、何でしたっけ、あのドイツのベルタスブロイでしたっけ。はい、何だったっけ、ドイツのノンアルコールビールで美味しいのがあるんですけど、へー、
この道でいろいろ探したんですけど、扱っているところがなくて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なので、ちょっと、キリンさんになりました、ね。いいっすね。この配信の習わしで飲みながらでもいいですか？あ、全然大丈夫。ちょっと僕もいただいております。あ、もう飲まれてる。あのバーラウンジなので、あ、なるほど。おしゃれなドリンクも、ちょっと飲みかけで申し訳ないんですけど。いいね、大丈夫かな。ここ の, あの管理人の谷田さん、あのブランドイメージうるさいから、なんかキリン飲んでたら、いやいや、もうちょっとおしゃれなの飲めよとか、すぐ言ってくるから。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。乾杯。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、あ、ダニエルさんからコメントもらってますね。りょうさん、後藤さんをいじるのがおすすめです。なるほど。いいんですか？全然、はい、僕は大丈夫です。僕は大丈夫ですっていうか、谷田さん、そうですね、まあ、前回すごいいじっていただいて、そうなんですよ。あ、早速聞きましたね。クラフトビールにしてくださいっていうことで、はい、お叱りのメッセージが。お叱りのメッセージが。すぐ飛んでくるから、すぐ叱ってくるから、本当に。じゃあ次回はちょっとクラフトビールで。ぜひ、ちょっとおしゃれに乾杯を。はい、でせっかくなんで、ああ、井戸さんもありがとうございます。乾杯、ありがとうございます。はい。あの、どうしましょうかね。ちょっと、マサさんのご紹介もしながらとは思うんですけれども、はい。先にちょっと、自己紹介があってら、あの、マサさんの中でどうでした？ 5 月も、もう31日ですけど、はい。ちょっといいエピソード。そうですね、ちょっといいエピソード。ちょっと考えたんですけどね。なんか5月やっぱ振り返るとですね、やっぱちょっとしんどかったっていうのが正直なところで。5月ですか。はい、やっぱ緊急事態宣言っていうところで、まあ、なかなかね、はい、こうイベントも中止になったりとか、こう出店もね、こうなかなかお客さんがね来たくても来れないみたいな状況が続いているので、まあその中でもね、やっぱりこうちょっとの外出の中でもやっぱ遊びに来てくださる方とか、まあコーヒー一杯だけでもって、まあ、来てくださる方がいらっしゃってくれるので、はいはい、まあそれはすごいこう嬉しいなって思いながらちょっと営業させてもらってますね。そうか、まあ、そうか、マサさんのスタイルだとやっぱりイベントで出店されることも結構多いんですね。そうですね、イベント出店っていうのもあって、やっぱ大きいマルシェみたいなのもあれば、はい、まあカフェイベントみたいなのもあるんですけど、はい、まあ、そういうのはちょっともう根こそぎ一応中止とか延期になっているので。そうなんですよね。まあその中でまあ今営業できているのが、まあここの1階のシカネと、はい、キロさん、はい、キロのところと、まあ一応尾道のシアキッチンの2つなので、はい、そこはなんとか、はい、まあ、そこにやっぱ来てくださるっていうのはやっぱまあ、いいエピソードになるかわかんないですけど、まあ、まあ、それでもやっぱ来てくださるっていうのは、まあ、まあ良かったかなというか、いいなって思いながら、まあ、なんとかね、やってるような感じですね。あ、でも、いいですよ。5月、まあ、タイミングはタイミングですけど、はい、まあ、いいタイミングで、その、ここもオープンして。そうですね。本当に。なるほど。それでこちらの方にもまあお客さんも来てくださってってこと。普段その活動でも真田さんは広島がメインに流れるんですよね。そうですね、もうほぼっていうか、もう広島市がメインでって感じで、まあ、今回尾道はもう初進出みたいな感じで。いいですね、はい、ラテアートハウスさんが尾道進出しましたと。進出させていただきましたと。もう広島県の東部がもう揺れるぞと。いやいや、そんな影響力ないですけど。いや、でもそのラテハ、あの、じゃあラテアートハウスさんも、はい、尾道に進出というか、尾道でもその、店舗というのかオープンされるような場所を今こうやって持たれて、はい、その元々はそのご紹介させてもらった通り、
コーヒースタンドになるんですか、どういうイメージというか、どういう店というか。そうですね、こう一応、僕の中では、はい、カフェブランドみたいな感じのニュアンスにしてて。カフェブランド、はい、でそのやる、なんだろう、提供するものっていうのはやっぱ、はい、お借りする場所でそれぞれ全然違うくて。あ、そうなんです。なんで、まあコーヒースタンド、まあキロさんの1階とかだとコーヒースタンドになるんで、まあ、ドリンクをメインにこう提供するっていう感じで、まあ、席も変なし、カウンターしかないので座れても、はい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 、って感じですし、その時はまあコーヒースタンドっていう感じで営業させていただいてて、で、ここのプールサイド、このバーラウンジでこうイベントとか出店することもあるので、その時はもうしっかり座席もたくさんあるし、こう、はい、もう景色も景観もかなりいいところなので、はい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 、ここはしっかりもうフードも一緒にコラボさせていただいて出したりとか、あ、はい、ここはもうしっかりフードはコラボしながら、そうですね、座って過ごしてゆっくりしていただけるっていう空間も作るっていうところだったりとか、はい、で、まあ、尾道のねシェアキッチンであれば、まあ、こじんまりとした空間でよりゆっくりできるっていうところであったりとか、なんで、まあ、その出店する場所場所で求められることっていうのは若干変わってるんで、それに合わせてコーヒーを提供したり、まあ、いろいろものを提供したりって感じで一応考えてますね。なるほど。いや、そのインスタグラムで、あの、初めましてというか、僕もこう、はい、増田さんと、増田さんってお呼びしていいのか、りょうさんってお呼びしていいのかなんですけど、どっちも全然ないですじゃあちょっと谷田さんにあれして、りょうさん、はい、りょうさんで、はい、はい、あの、りょうさんの、そうそうそう、とお会いしたのもインスタグラムが初めてで、はい、そのリトル瀬戸内さんの、まあ、やり取りというか、こうグループ的に話する中で、あの、こういう赤玉チャンネルやるんやけど誰か出てもらえる方いらっしゃいませんかっていう時に、はい、あの、りょうさんが間違っていいねをしていただいたのかもしれないんですけれども、あ、いやいや、りょうさんのリアクションが出て初めましてじゃないですか、はい、で、インスタグラムそこから僕も拝見させてもらって、ちょっと出るかなということですね、はい、これ先ほどちょっとご紹介した、ページから、はい、こちらりょうさんの今インスタグラムですけれども、こちらですね、すごいフォロワー数4000人近く、いえいえ、すごいなぁ。今、あの、りょうさんのページをグーッとダウンしてますけども、はい、カフェラテも映しながら、これはケーキは何でしょう、カヌレですかね。そうですね、カヌレは、あの、その尾道のリトル瀬戸内を借りるようになってから提供を始めたものになってます、はい、そうなんですね、はい、じゃあ、なんていうのかな、ここに来たらコーヒーと一緒にカヌレも食べれるしっていうことですね。そうですね、あの、一応そちらでたくさん焼きまして、で、はいはい、まあ、尾道であれば焼きたてが食べられるって感じで。で、そうか、そうか、お店にも焼き菓子というか、焼けるようなスペースもあるから、全然ここで焼いちゃって、そのままご提供もできるんですね。そうです。で、大量に焼いて、で、余ったやつはこっちに持って帰ってきて、販売って感じです。すごいですね。めちゃめちゃいいサイクルですね。そうです。だから、プラス、まあ、一応オンラインショップで販売って感じで。なるほど。そうか、いいですね、めっちゃいいですね、というかめちゃめちゃ無駄ないですね。そのために借りました。なるほどなぁいやー、すごいな、りょうさんもすごいけど谷田さんもすごいな。いやー、すごいですね、ありがたいです、ほんとそういう場所があるのは、はあ、でも、じゃあ、その、まあ、リトル瀬戸内の尾道が菓子製造の許可も取ってる場所だから、はい、まあ、中でそういったお菓子も作れますよと、はい、で、その辺の動きっていうのは、じゃあこれまでその広島とかだとなかなかできる場所とかっていうのもあんまりなかったんですか。そうですね、広島はこう菓子製造がついたシェアキッチン自体がほぼっていうかないんですよ、
はいはいはい、で僕もいろいろ出店場所とかこう調べてるうちに、はい、あのリトル瀬戸内の福山の方をこう最初見つけたんですよ。はい、はい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 。でそっちは、はい、で菓子製造もついてて、まあ、そういうキッチンがあるっていうのを知って、まあ、僕はそこで初めてこう谷田さんと連絡を取らせていただいたりして、うんうん、で、まあ、尾道の方にもできるっていうのも、もう見させてもらってて、はいはいはい、でまあ、尾道の方も借りたいっていうところで、そこで連絡させていただいたのが最初ですね。なるほど。谷さん大丈夫ですか、いい人でした、意地悪されてないですか。いやもういないからもう何でも言ってやろうと思って大丈夫でした、あのすごいよくしていただきました。あ、本当ですか。はい、でも谷さんコメントありがとうございます。最近東京でもカヌレを見かけて食べたと、で亮さんのと食べ比べしてみたと、はい、あの亮さんのカヌレめちゃうまです。いや恐縮です、ありがとうございます。いや嬉しい。ダメだな、本当にもう一回こうやってこう知ってしまうと食べたくなりますね。今度ぜひ。ぜひぜひ。ぜひ。じゃあこのエスプレッソでまあ立てていらっしゃる写真なんかもインスタに上がってますけども、マシンのものですね。はい。例えば亮さんがここでコーヒーを出しするときとかっていうのは、はい。エスプレッソマシンってでもどうしてもってどうされるんですかマシンは。あ、僕個人で持ってるので、はい、それを車に積んで持ってきてますいつも。すごいな。あ、そうですか。はい、そうなんですよ。めっちゃ美味しそう、うん、あの業務用なんで、はあ、ちゃんとバチッとできます、はい、すごい。なんかこれあのマニアックな話ですけど、はい、業務用のエスプレッソとマシンと家庭用のマシンって、はいはい、あの極端全然やっぱり違うんですか。そうですね、全然違うくて、あのもう構造自体もやっぱ違うんですよ、中身の。あ、はいはいはい、機械の。そうなんですよね、あの構造も違うし、あとなんだ、圧力とかこう細かいこう使用感も全然違うので、もう出てくるエスプレッソ、まあ、コーヒーはもう全然別物なんですよね。そうなんです。いや、ちょうどそうなんですよ。なんかそのもうだいぶ前なんですけど、昔に妹から誕生日プレゼントでエスプレッソマシンの家庭用の簡単なやつを買ってもらったことがあって、あ、はいはいはい、そのデロンギさんから知ってた、うん、なんか本当に1万円ぐらいのやつですね。はいはい、ありますね。で一応その、まあ、スチーマーもついてるから、はい、家でその牛乳なんかもあれできますよみたいな、はいはいはい、でまあ、それでも初めて触ったのがエスプレッソマシンがそれだったんで、はいはいはい、分からないながらこうコーヒーも立てて牛乳も立ててやってたんですけど、うんうん、やっぱりそのさあのこんなに綺麗にというか絵描けないんですよね、ハートもそうだし、はい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 、ですごい難しいんだなと思いつつも、でもちょっとこう半分男の憧れみたいな世界もあるから、すっごいこう動画見ながら練習して、これ角度が悪いのかな、ピッチャーが悪いのかなとかこう言いながら。確かに僕もそんな感じで始めたんで、でもそのまま続いたってことですよね、りょうさんの場合はもうハマってというか。そうですね、やっぱなんだろう、僕遊びでやってたんですよ。はい、遊びで、はい、あの僕あの飲食やったことないんですよ実は。あ、え、そうなんですか。そうなんですよ、あのアルバイトも含め。あ、そうですか。全然やったことなくて、はいはいはい、で前職はあの病院で理学療法士をやってて。え、理学療法士をされてたんですか。そうなんですよ。で、あの普通にリハビリをやってたんですね、うん、患者さんのの趣味でやってたんですよ、ラテアートは。すごいな、病院で理学療法士しながら、はい、家に帰って趣味でラテアート。そうそうそうです、そうです。それが今こう仕事としてさせてもらってるって感じですね。すごいな、でもよくそのなんていうんですか、
趣味の方法を仕事にしようっていうのでよく、いやもうやめられたんですよね今は。ありがとうございます。あ、もうやめてます、やめてます。すごいな、よくそっちに舵切りましたね。そうっすね、もうまあ勢いですねすごいな、いや面白いな。でも、もうやめて、はい、そのラテアートハウスさんとしてもスタートされて、はい、なんていうんですか、おかげさまで順調にというか。いやーもう全然もうコロナにやられまくってるんで。ああ、まあまあ今はあるんですよねあので、実際僕がこの活動を始めたのもまだ去年の10月とかなんですよ。はいはいはい、はい、なんでまだ7、8ヶ月ぐらいしか経ってないんで、もう今はまあこういうコロナの状況と戦いながら、まあなんとか、うん、なんとかなんとかやりくりしてるっていう感じですね。いやでもあのすごい面白いなと思ったのが、はい、そのりょうさんのインスタグラムで先ほどはりょうさんの個人アカウントかな、はい、ご紹介させてもらってたんですけど、もう一個その、ラテアートハウスさんの方でインスタ検索したらオンラインサロンっていうのも出てきたんですよ。はい、でこれが一応非公開にはなってるんですけど、はい、これも両さんのその活動というか事業の中で何かここでもされてるんですか。そうですね、一応あのオンラインサロンも運営をしておりまして、はいはいはい、一応まあそっちのオンラインサロンは月額1100円っていうところで、サロン1100円って安くないですか。安いです。めちゃめちゃリーズナブル。はい。で一応その中は、多分見ていただいているのがインスタのアカウントが非公開になっていると思うんですけど。ですねですね。1100円を、要は継続購入していただいた方がフォロー申請していただいて、それを僕が許可して初めて中が見れるってシステムになってます。なるほど。じゃあそっか。僕はまだそのサロン会員じゃないから繋がってないので見れてないけど、そうです、一回それで繋がると中で上がってくると情報が。そうです。へえ、じゃあここに上がってくる情報って先ほどのそのラテアートの絵とかカヌレの写真とかじゃなくて全く別なんですか。全く別です。で一応記事の中身としては、一応僕の活動内容とか僕の要は思考過程とかを全部要は言語化しているものになってて。なるほどなるほど。なんで一応僕が一人でフリーランスとして活動していくにあたってどういうふうにやってるかとか、はあ、例えば新しい出店場所を探したりとかするのはどうやってどういう経緯でこの出店場所が決まったのかとか、なるほどなるほど、出店にあたってどうやってじゃあお客さんを集めようかとか、イベントはどうやって運営しようかとかを全部書いてます。いやすごいな。で要するにどっちかって言ったらそのお店をオープンするまでのとか、はい、もしくはそのお店をオープンしてるご自身のそういうなかなか出せない裏話的なこととかが、そうですね、はあ、を書いてます。要は僕がこう歩んでくるストーリーとか思考過程を書いてるって感じですね。あの僕がちょっと興味があってというかなんですけど、はい、普通に質問なんですけど、はい、オンラインサロンをやろうとかなんかこうちょっとドキドキしてるかちょっと怖かったりとかってなかったんですか。いや僕はやりたかったんですよ。え、やりたかった。オンラインサロンを持ちたくて、はい、で、なんでかっていうと多分こういう、なんだろう、今からこうどん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 一人で何かやりたいとかこう発信していきたいって人は増えるとは思ったんですけど、あと情報、例えばコーヒーの情報とか、はい、ラテアートの書き方とかだと、はい、それをクローズにしたとしても、あの多分インスタとか YouTube とかですぐ情報って出てくるんで、うん、まあ、そこは正直多分そっち見た方がいいんですよ。はいはいはい。でも多分僕じゃあ一人のただ普通の人間がどうやって
要は運営ができてるかとかどうやってやっていくかっていうところを発信するのには多分価値があると思ってて、多分一般の人間なんで多分誰でもできるはずなんですよ。はあ、もうじゃあもう亮さんの生き様そのままが、そのままを書いてます。あ、すごい。ちなみにそこって理学療法士のなり方とかは書いてないですよね。あ、でも要望があれば書きますよ。とっていうので多分人が集まって、で集まった人たちで、イベントを作ったりもしてます。なるほど。イベントっていうのはこういうリアルの場でってことですか？そうです、そうです、そうです。例えばここでプールサイドでじゃあカフェイベントやりますよってなったら、こう一緒に動きたい、例えばお客さんとして来るんじゃなくて、こうイベントのそのイベントやる側として参加したい人も絶対いるはずなんですよ。はいはいはい、そう一緒に入れたい、そう一緒にやりたいとか、そう運営を経験してみたいとか、はいはい、って方は絶対いらっしゃるんで、はいはい、そういう方と一緒にやる、尾道のシェアキッチンもそんな感じです。あ、じゃあ亮さんここにいらっしゃるけど、もしかしたら今日は誰々さんと一緒にここでやるんですみたいな感じで、そうです、あのパートナーというか相方というかが一緒にいてやるかもしれない、そういう日もあります。へえ、すごいな。じゃあそんな感じで、なんで、その人たちのなんだろう不安なところって、その会社辞めてまで振り切れないんですよ。やっぱりやりたいことはあるけど、辞めてまでやるかって言われるとやっぱそれはちょっとリスクが高いんで。リスクありますよね。なんでそういう人たちがでもそう普通に簡単に入ってこれる、はい、で簡単にチャレンジができるっていう場所としても機能させてます、オンラインサロンは。すごいな。っていうのも含めてやりたかったんですよ。いや、すごいなぁ。なんか、尾道でそういう、こう、なんていうんですか、お店というか空間というか、まあ、それが言葉あれかもしれないんですけど、ビジネスというのかも含めてですけど、でもなんかそういうのを見れるって、やってはるとこやってはるかもしれない。僕はあんまり逆に聞かなくて、うんうん、で、谷田さんとこの前も話してたんですけど、前回。はい。あの、そうそう、なんかそういう、なんていうんですか、いろんな活動とか思いがある方がここに来るんですってことはおっしゃってたんですよね、うん、お菓子作りがとか、はいはいはい、でもその今回のもちろん亮さんもそうですし、他にも入られてる方なんかの話も伺うと、はい、その僕の勝手なイメージでお菓子を焼いてここで売るとか、お菓子を焼いてどこのかのお菓子屋さんに卸すとか、うん、なんかそういうイメージで思ってたら、なんかもう全然違うつながりの世界がここにあってどうなってんねんっていうと、こうただただ僕がこう置いていかれてる感じで、全然同じ空間でこんな配信してていいのかなっていう、いやいや全然です、本当に寄ってるわけじゃ全くないんですけど、なんかこう一人こうブルーな感じに、シーンな感じに、全然そんな思わないでください。思います、思いますか。ちょっと谷野さんもし聞いてはったらどういうことですかってコメントをもらおう。あ、そうですか。それはすごいな。一応そんな感じで今は動かさせてもらってますね。うん、一応亮さんのこともご紹介したいと思ってスライドもちょっと待ってくださいね。はい。用意してたんですけど、まあ、あとはあれですよね。さっきもちょっとおっしゃってたけど、EC のサイトというか、販売サイトなんかも押されててっていうことで、はいはい、今ちょっとベースの方ですかね。はい、そうです。紹介してますけれども。はい、ありがとうございます。オンラインサロンの先ほどおっしゃってた月額のチケットなんかもここで扱われてたりとか。はい、そうですね。いろんな。カヌレとトリップパックのおうちセット、はい。はい、おうちカフェセットですね。すごいなぁ。じゃあもちろんここでも、ここで EC から購入してもコーヒーだったりもしくはカヌレだったりがご自宅でも味わえるし、そうですね、でオンラインサロンにちょっと興味があるという方はここからですね、はい、チケット購入されるというか、そうですね。あとちょっともう一個ご紹介したいなと思ってたのが、はい、
あれですよね、 YouTube もされてるんですよね。そうですね、 YouTube も今ちょくちょくですけどさせてもらってまして、いやすごい、何がすごいってなんかこう、本当すいません、もう亮さんお会いするまでもうコーヒー作れはるバリスタの人やと思ったら、はい、いろんなことされてるからそう、何やねんっていう話なんですけど本当にでもこうそんな打ち合わせはもっと前もってしとけよっていう反省文じゃないですか、15分前にそうなんですよ、いろいろさせてもらってまして、ちょっと谷さんからお父さんはブルーじゃなくてイエローでホワイトですっていうちょっとわけのわからない谷さん酔ってるんですか。そうかもしれないですね、ちょっと気分よくなる、まあ、僕はブルーじゃないってことですねで YouTube の方でも、はい、そのコーヒー作りになるんですかね、有料級って有料級っていうんやっていう、あ、これだけ今出してます。タイトルは釣りです。あ、釣り、はいあ、でもそのメインに上がってるその有料級ってやつは本当にいつも僕がやってるワークショップ、はいはい、ラテアートのワークショップをそのまま動画にしてます。あ、ワークショップでされてる、これはじゃあもう本当に現場でされたのをそのまま撮影されたんですか。そうです、普通にあの1対1でワークショップしてる様子をあのカメラマンさんに撮っていただいて、へー、それをそのまま動画にしてます。なんで本当に有料なんですよこのあれ自体はってことですね、ワークショップ自体有料なんで、ワークショップ自体はそうなんですよ、なんで内容とか情報は本当に有料級なんですよ。めちゃめちゃリアルですよね。そうそう、やってはるその場やからこそかもしれんけど、演出でやってるわけじゃないですもんね、これ本当に本当のワークショップ中のやつなんですごいなはあ、これもちょっと全部ご紹介したいですけど20分ぐらいかありますから、ね、もしぜひ、インスタからも YouTube リンク貼ってありますので、はい、ぜひとっても飛んでもらえればと思うんですけど、はい、チャンネル登録もお願いします、はい、チャンネル登録お願いしますいいですね、いいな、言ってみたいな、チャンネル登録お願いしますそうですね、まあいろいろ他の動画もやってるんで、ぜひぜひあのチャンネル登録お願いしますラテアートハウスなんで検索いただけましたらね、はい、YouTube チャンネル撮れますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今ちゃんと画面出しておきましたんでありがとうございます。ですね、なるほどな、いや本当すごいな、りょうさん。なんかその YouTube もしてはって、インスタもそうやし、で、まあ、ノートもされてたりとかっていうので、はい、いろんなメディアにちゃんとこう情報を使ってらっしゃるじゃないですか。そうですね。あのこれちょっとこう、りょうさんに聞く話じゃないんですけど、はい、いろんなメディアをこう同時に扱ってはるって大変じゃないんですか。そうですね。いや、でも、なんだろう。もともと僕、あれなんですよ。あの豆なんですよ。自分で言うのもなんですけど、あんまりなんです。そうなんですよ。なんで、あの苦じゃなくて、なるほどな。なんでインスタも毎日投稿は上げるし、はいはい。で、まあ YouTube は撮影とか編集が間に合えば出すし、はいはい。って感じで、でノートの方は実はオンラインサロンの記事を転用してるんですよ。なるほど。そうなんですよ。なんでオンラインサロンの方で文章はめっちゃバーッと書いてあるんで、はいはい、先に作ってるから、先作ってるんで、それを、ノート用に情報を落としたり削いだりとかちょっと削ったりして、それをコピペでノートに貼ってるんで、まあ、手間はないっすよそんなに。もうあかんわ、もうあかんわ、もう僕来週以降続けられへんかもしれないこれ。ただでもオンラインサロンの方のボリュームが結構あって、実は、はいはい、今だと2日に1遍ぐらい1000文字2000文字の量で上げるんですよ、量情報。それインスタの中にってことですか。そうですそうです。へえ。なん
なんで結構ボリュームがあるんで、それを3パートぐらいに分ければノートは3記事できたりするんで、はあ、っていう感じでノートに出したり出さなかったりっていう感じで、すごいな。もうダメですわ、もう僕今日はあれですわ、いい話というか本当にいい話やって、僕ができないことを本当にこう亮さんから感じて、僕はもうノックダウンですね、マジで。いやいや、もうやめてくださいましてもう全然です本当に。いやすごいな、うん、あ、はい、谷田さん、後藤さん、尾道メンバーの後は福山の方も待っているので、あと3ヶ月は続けてくださいいいっすね、ロングランですねロングランですよ、まあ、ニーズあったら、ニーズあったらというか、まあ、それももちろん頑張りますけどニーズあったらいいな。いや絶対ありますよ。でもなんかね、りょうさんもおっしゃってくださってましたけど、はい、なんかこう配信前にちょっと喋ってたんですよ、僕は。なんて言ったらいいのかな、りょうさんもやっぱりその尾道に来はるけど、今までその活動は尾道市内、あの広島市内の方がメインだったから、やっぱりその尾道に来るってこうカフェの時間がここで提供されるけど、やっぱりこう知ってもらったり来てもらったりって、なかなか尾道の人たちっていうのはやっぱりこれからなんですね。そうですね、もう全然これからだなっていう感じで、もう本当につてがないので、はいはい、まあ、知り合いの方とか一緒にこうよくコラボする人とかはいらっしゃるんですけど、はい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 、でもやっぱお客さんに対してっていうのはやっぱまだまだなところが多いと思うんで、まあ、いろんなメディアを通じて、まあ、いろんな方の力を借りて、はいはい、こう徐々に認知をしていただけると嬉しいなと思いながらやってる感じですね。まあそのなんて言うんでしょうね、ご覧いただいている方がどんだけ今尾道の方が見てくださってるかわからないですけど、尾道ってとはいえあんまりそのカフェって、まあ、多いけど、なんかこうゆったり飲めるカフェとか、こうカフェラテのそれこそラテアートがあるようなカフェラテをこうまったりと飲むとかっていうところも、まあ、あるようでないようでというか、うん、結構コーヒー豆こだわってらっしゃってローストされたりっていうのはありますし、コーヒースタンドも あるんですけれども、なんかこうまだまだなんかこうもうちょっとこういうのあったら欲しいなみたいなところがなかったりっていうのもあって、だからそのりょうさんの今日のラテアートのあの感じとか見たら、なんかあ確かにこういう感じって尾道まだないなみたいな感じもあったんですよね。いやよか結果良かったなって思ってます。そう、まあでも結構尾道とかはなちょくちょく行ってたりするんで、コーヒー屋さんがあるのも知ってたし、はいはい、お菓子屋さんとかがある、まあ、パン屋さんもあるし、パン屋さん知ってたんですけど、やっぱ、まあ、ラテアートって面ではやっぱないなっていうのは感じてましたし、あ、なるほど、うん、そうですね、なんでその辺はまあハマればいいなと思ってはいたんですけど、あんまりぐらいのシュッとした感じのお店ができると、こう尾道の人にどっちかってザワザワってするようなところがあちょっと行っていいのかのちゃうかなわかんないですけど、僕のこれ偏見かもしれないけど、どうなんですかね僕もでも本当にこうなんだろう、お店がないからこそこう気軽にちょっと出せるっていう面はある、まあ、この挑戦が今どうなるかなっていうところでまあ頑張りたいなっていう感じなんですけど。なるほどな。いや面白いっすわ。面白いっすわ。なんか逆に今日亮さんからあります？こうもうあと少しですけど、はい、まあ本当に先ほども言ったみたいに尾道の人がどれだけ聞いてるかっていうのもあるけど、なんかもしこう聞いてみたいこととかがあれば。聞いてみたいことですか？はい。どうだろう、どうすか、尾道は皆さんそのどういうところで過ごされているのかなっていうのが気になってて、どういうところで、まあ、例えば喫茶店に行かれるのかとか、あカフェがあるのかとか、
飲み屋に行ってとか、どうなんだろうって、その尾道の方が尾道でどう過ごされてるのかっていうのはすごい気になってて、まあ広島だと結構そこの流れ川の方で、まあ今無理ですけど、まあ飲み歩いてたりとか、まあ動きが分かるじゃないですか、ね、お客さんの動きっていうのは分かるんですけど、神谷町なのか袋町なのか、そうですそうですそうです、なんですけど、尾道の方ってどういうライフスタイルなのかなっていうのはちょっと、いやー、それは僕は多分ライフスタイル参考ならへんので、シェアか家しかいいみたいな、そういう変なスタイルですけど、はい、どうしてでも皆さんカフェ行ってはんのかな、どうなんやろ、どうなのかな、ライフスタイルね、でもまあ飲みに行こうと思ったらそれこそ新街っていうエリアがあって、はいはいはい、まあ、飲み屋さんだけじゃなくて、なんていうんですか、まあ、移住された方が、まあ、それこそカフェというのか、喫茶というのか、まあ、ランチも食べれるようなお店をオープンされたりもされてますし、うん、なんだろうな、駅から少し西の方に行ったら、まあ、尾道 U2 とかですか、はいはい、スポットもありますし、で、海岸通りなんかにもコーヒースタンドだったりもできましたし、うん、でもなんか僕の妻とかは生まれが尾道ですけど、まあ、高校とか若い頃、まあ、それこそ唐沢さんですかね、海岸通りにあいつもなかの美味しいお店があって、昔から地元でやってる唐沢に行ってよくあいつもなか食べたりとか、そう聞きますけど、でもまあそのチェーン店らしいところはないですからね。そうですよね、そんな感じがしてて、そうなんですよね。どういうところで尾道の人たちがこうちょっと友達とゆっくり過ごい時間過ごしたりとかしてんのかなっていうと、うん、そう、僕も逆に聞いてみたいぐらいですね。なるほどな、はい、ありがとうございます、はい、うん、いや本当にヨウさん昨日も今日ぐらいでありがとうございます。いや全然こちらこそありがとうございます本当に。まだあれですか、明日以降というか明日も、どこかでまたお店たちにあるんですか。いや、明日は出店はなくて、一応明後日の準備ですね、尾道に行かなきゃいけないので。あ、そうか、もう明後日か、はい、はいはいはい、一応火曜日は準備日みたいな感じで買い出ししたりとか、はいはい、ああいう物品がなければって感じで動いたりとかして、一応水曜日に備えるみたいな感じですね。で、水曜日は、はい、午前中というかもう朝から移動して、そうですね、来られて、はい、で 3時でしたかね。そうですね、3時まで営業はします。あれでどうですね、って感じ。じゃあもうとりあえずお店に来るのは事前予約とかも抜きにしてフラッとここに来てもらえれば、あ、もう全然フラッと来ていただけると。なるほどなるほど、はい、まあ席で飲んでいただくこともできますし、まあテイクアウトももちろん OK ですし。なるほど、はい、で水曜日終わったらまた週末に向けて準備されたりとか。そうです、オンラインサロンの、まあ、オンラインサロンの記事はもう毎日毎日なんで、雨じゃないと僕は無理ですわ。なんで、でですね、で、まあ、木曜日から以降は基本的にはイベント関係が入ることが多いんで、はいはい、まあ、今ちょっとこういうご時世なんでイベントがないので、今ちょっと週末は暇してるんですけど、うんうん、まあ、とは言ってもオンラインショップのあれが注文が入れば用意しないといけないとか、はいはい、まあ、何か動きますよね。そうですね、基本的には何か、何かやってるって感じです。なるほど、でもそれは伺えただけでもすごい良かったです。水曜日に来たらまずお会いできるし、はい、で、なんならそこで気に入ったっていうか、はい、また欲しいなって思ったらオンラインでもまた買えるし。そうですね、で尾道の方も逆にこう広島に来ていただければですよね、僕がいる可能性は高いので。そういうことですよね、それこそキロさんなのか。そうですね、はたまた他の出店なのか、はいはい、まあ、全部インスタグラム見ていただけると全部情報は載せてますので、はいはい、
なるほどな、はい、ありがとうございます。あの最後にありがとうございます、はい、あのコメントいただきまして、はい、この道の今住まれている方ですけども、はい、家か海辺で飲んでますと。あ、なるほど。どこかで買って海辺のふ頭かなに座って飲んで、いいっすね、最高っすね。見せてじゃないんだねまあでも確かにな、尾道っぽいっちゃ尾道っぽいな。海沿いでこうなんか海眺めながら飲めるって最高っすね。あの去年今年でベンチも増えたので。ああ、そうなんだ。そうそう、外で座りながらっていう場所も余計増えましたね。市役所の周りもパラソルできて、まあそこでちょっと飲んでたら言われるかどうかまでは分からないですけどあ、でもいいっすね、そういうの。確かにな、こっち、こっちじゃ絶対できないっすもん、うんうん、まあ家で過ごす時間が増えましたが、まあそうですよね、そうですね、今はそうですよね、うん、よかったら、あの豆の販売もずっとやってるので。あ、なるほど。豆のまま。焙煎もされるんですか？いや、ね、焙煎は僕してなくて。あ、はいはいはい、あの広島にあるあのプログレスってお店で一応お豆はお願いをしてまして、でブレンドは自分で作ってるというか、はいはいはい、そこのオーナーさんと相談させてもらいながら一応オリジナルブレンドを作ってまして、オリジナルブレンド、一応それを販売もできるって感じですね。あ、伊藤さんありがとうございます。市役所の屋上いいっすよって。へえ。市役所の屋上ね、いいんですよ。あの1年前にリノベーションしてオープンした市役所ですけども、屋上は一般開放されてて、屋上で飲んでる人いんのかな、聞いたことないけどいけんのかな。でもそれはそれでいけたらすごいけど、屋上でもすごい見晴らしもよくて綺麗なんですよね。うん、そうそう、ありがとうございます。あ、ゆくちゃんまた新街のお店、あ、そうですね、新街の飲み屋かな、お店行って、で2軒目は海に行くと。うん、なるほど、ね、尾道っぽいですね、確かに。いや、ありがとうございます。りょうさん、すみません、本番お付き合いいただいて。とんでもないです、こちらこそ。ありがとうございます。すみません、何の配信やったんやとか、本番撮ってください、ね。いやいや、結構楽しくお話してきました。ドキドキする。僕も毎週やってますけど、尾道の人と初めましてのことも結構あるんですけど、はい、こう尾道じゃない方と初めましてになると、なんか違うドキドキがありますね。そうなんですか？全然、全然です、本当に。いや、すいません。いいえ。そしたら、ぜひお店でお会いしましょう。そうですね。水曜日は絶対いるので。うん、ぜひぜひ。はい、ぜひお待ちしてます。またよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで今、終わりました。対談か、後藤さん、ありがとうございました。非常に楽しく会話できました。まあ、普段ね、あんまりこう喋らないこととか、まあ、オンラインサロンのこととか活動のこととかをちょっとね発信させていただいたんで、非常に良かったなと、とても、ありがたいなと思います。まあ尾道のねシェアキッチンの方にもね、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。まあ、ちょっと今まだねこういう状況なんで難しいと思うんですけど。落ち着いたらね、ぜひ尾道の方でもね、来ていただければと思います。というわけで、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた。